高田の救世主。それぞれご利益も書いてます。すごいですね。うん、外は暑いのに、ここだけひんやりしてる。どこまで続いとるとこれ、結構高いとこまで続いてそうだな。でもどこまで行くか分かんないですよね。夏場とかこきたら気持ちいいでしょうね。うん、ありがたいですよ、ね、ありがて。50の層行く？行きますか。関わるみんなが幸せになる梅光企画。君のことが